どうもこんにちは。東京都立大法学部志望、終わってる受験生です。まあ、最近の勉強の、今日のまあ勉強のね、めちゃ曇るな。今日の勉強の成果のね、報告とね、まあ、現状の、まあ、点数とかね、そういうのとまあ最近の生活について語りたいと思いますわ。で、まあ、あれですね、現在の、まあ、テストの点数、共通テスト模試に関しては、まあ、4割5分ですね、これは。まあ、数学が5割ちょっと。で、まあ、国語が4割5分で、英語が5割散らかしてるっていう状態ですね。で、まあ、で、その二次のテストは本当にもうよくわかんないです。でもなんか過去問の数学だけ解いて、なんかそれは6割くらい取れてるから、まあなんかこのままいけば、まあ、数学だけ受験ならまあワンチャンあるかなっていう まあまあ無理ですけど。で、まあ最近なんですけど、ちょっとなんかマラソンにはまり始めて、毎日ね、毎日4キロから5キロ走って、このね、プロテインをね、飲みながら、音楽を聴くっていうね、この防水の。で、その間に、1日でやった英語のね、英単語をね、ここに、紙にこれ貼り付けて、ね、これ紙なんで、もうこれ、風呂出たら意味ないわけですよ。でもここで全部覚えるっていう、そういう寸法ですね、これ。はい。で、まあ今日やったことなんですけど、今日は2016年の数学の過去問だけ解いて、で、それで、あれですね、あれが分かんなかった。なんだっけ、数学的機能法とかがマジで意味わかんなくて、あと1問、なんか計算ミスしていかれて、あと6分の1公式がね、まあ何それっていう感じなんですけど、まあ意味わかんなかったんで、じゃあ明日からちょっとそれやりたいと思いますわ。今週模試あるんですよね、それ。そこでなんとか6割くらい取りたい。そうです。頼む。はい。あと、英語の中、共通テストリーディングの黄緑色のやつ、水色のやつか、結構分厚いやつの4日目のやつかな、やりました。一昨日くらいから始めて、ちょっとあれ結構いいっすね。なんかもういけそうな気がする、適当にやってれば。あとはなんだ、国語は、もう無理。国語マジで何やったらいいか分かんない。もうダメだ。英検も6回か7回くらい落ちたし、今週の金曜日にまた受けるんすよ。今日日曜日なんですけど、まあ、あと5日間でなんとかね、仕上げていきたいと思いますわ。はい。じゃあ、はい、終了です。どうもありがとうございました。